十数年前に嫁が浮気。当時5歳の娘と離婚届を置いて、浮気相手と逃げた。八方手を尽くした挙句、浮気相手と海外にとんずらしたことが分かった。娘もなんとなく察したようで、元嫁に対する未練や文句を一切言わず、俺と俺両親の生活を覚悟したのもこの時。夜中に、布団の中で、声を押し殺して泣いてる姿を何度か見ているが、自責の念で、気が狂いそうだった。元嫁親からは、当初養育費という名目の慰謝料をもらっていたが、娘が小学校入学と同時に辞退。元嫁に関わる一切と、絶縁する覚悟をしたから。娘と写っている以外の写真も、すべて焼却した。俺は、仕事を辞め、自営を始めた。無論、娘との時間を増やすため。片親の子だから、学校でいじめられないだろうか。心に影を持った子にならないだろうか。心配は尽きなかった。でも、親が考えるほど、子は弱くなかったんだ。娘は、明るくせくせくと育ってくれた。友達にも恵まれたと思うが、1年、2年の学校の先生とのきっかけが、大きかったと思う。娘は、とにかく思いやりのある、優しい子に育ってくれたんだ。俺の小学生の時にはありえない話だが、月に一度か二度くらいは、学校のいろいろな友達から、お礼の手紙が届くほど。内容はすべて、娘に助けられて感謝している、みたいなものばかり。後で思うと、元嫁にされた史上最悪の仕打ちの、裏返しだったのかもしれない。人にとことん優しくすることで、娘は、自分も幸せになれると言っていた。この時まだ10歳。小学校を卒業する頃、娘に夢を宣言された。看護師になる。と、俺と俺両親の前で、声高らかに宣言。娘らしいと思ったよ。中学に入ると、夢へ向けて勉強するのと同時に、スポーツ系の部活にも打ち込み始めた。朝練や、夜遅くなることも多かったが、俺と両親とでとことんバックアップ。この頃の俺たち家族の夢は、イコール娘の夢だった。毎日深夜まで勉強したおかげで、娘は、県下一の進学校に入学。そして、相変わらずの、勉強と部活の日々。部活の方は、県で一番になることもあり、むしろ、勉強よりもこちらの方で、地元では、徐々に有名になっていった。が、高3になる前に退部。周りの説得虚しく、彼女はあっさり辞めてしまったんだ。理由は、学力が思いのほか、上がっていなかったから。娘の中では、看護師になるのが全てに優先していた。高3の秋。寒さが日一日と厳しくなり、この年初めて出したこたつの中で、家族4人温まりながら、夕食後のテレビを見ていた時のこと。娘がふとつぶやいた。看護師になって、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんを、一生面倒を見てあげるからね。思わず泣きそうになったが、ギリギリのところでこらえた。と思ったら、おばあちゃんが泣き出した。私たちのことはいいから、将来は結婚して、旦那さんと幸せな家庭を築きなさい。と言ったんだけど、かたくなに拒否する娘。結婚なんか絶対にしない。と言い切った娘の顔を見て、俺は複雑な気持ちになった。そして、俺のそんな表情を察知して、娘が言った言葉。別に、お母さんのことがあったからじゃないよ。単に育ててくれたお礼だよ。階段を登っていく娘の後ろ姿を見ながら、もう涙を止めることはできなかった。娘が、お母さん、という言葉を口にしたのは、実に10年ぶり。母親のいない家庭で暮らしていくと決めた日以来。いや、当時は娘は、まだ、元嫁のことをママと呼んでいたから、正確には、お母さん、という単語は、この時が初めてだった。この時の俺たちは、もう、元嫁に対する怒りや憎しみなんかはなくなっていた。すくすくと育つ娘を見ているだけで、心が穏やかになっていったのかもしれない。逆に、こんなに優しい娘を産んでくれたことに、感謝することも、一度や二度くらいはあったと思う。
娘は、猛勉強の末、なんと、医学部に合格してしまった。しかも、かなり偏差値の高い国立大学の。娘の中で、絶対的な夢であった看護師への憧れは、いつしか医者にまで昇華していたんだ。まさか受かるとは思わなかった。と謙遜していたが、確かに、当時の成績では、ほぼ奇跡に近かった。そして、娘は、再び部活に入り、忙しい毎日を送ることになる。通学に1時間以上かかるので、本意ではないが、一人暮らしを勧めたのだが、これも頑なに断られた。そればかりか、就職しても、一生この家から出ていかないと言っていた。それを聞いて、また泣くおばあちゃん。大学2年の時に、娘が、全国で3位に入る好成績を残した瞬間から、周りが変化しだした。地元のテレビ局や新聞社からの取材。地元で一躍有名人になってしまったんだ。現金なもので、ほとんど話したこともない旧友たちが、さも、昔からの親友であるかのように近づいてきたり。中学生の頃、娘と付き合っていた等の噂話が、一人歩きするようになり、俺としては、歯がゆい思いをしていたのだが、娘の、放っておけばいいじゃん。悪口言われてるわけでもないし、という言葉で収めていた。実際、顔も覚えていない昔のクラスメートが家に訪ねてきても、娘は嫌な顔一つしていなかった。この時点で、俺は精神年齢で追い越されていたのかもしれない。医学部ってすごく大変なんだよな。専門課程?とかに入る前なのに、勉強の量がすごくてさ。高校の時に中途半端になっていたから、部活は最後までやり遂げるって言ってたし。とにかく、受験勉強時代みたいに忙しくなっていった。もうおじいちゃんおばあちゃんも年だから、あんまり臨機応変にできなくて。むしろ、娘のお世話になることの方が多くなっていったような気がする。それでも、本当に仲のいい4人家族だった。娘のおかげで楽しい生活だったんだ。だけど、そんなある日、悪夢が突然起こってしまったんだ。俺の自営の周年パーティーを、事務所でやっていた時の話。近所の人たちや、親戚、友人等、俺の事務所に集めて、ささやかに催していた、確か土曜日のこと。自慢の娘も、みんなの前で紹介したかったんだけど、部活でドタキャン。まあ、昼前から、飲めや歌えやの大騒ぎ。実際歌はなかったけど、俺も結構酔って気分良くなってた時に、近所のおばちゃんから、お客さんだよ、と声がかかった。何の気なしに、事務所の入り口に向かうと、そこに元嫁が立っていた。雰囲気はだいぶ変わっていたけど、俺は、一目で元嫁と分かった。元嫁は伏せ目がちに立っていたけど、血色も良くて、着ているものもいい感じだった。普通に幸せな主婦って感じ。一瞬、頭の中が真っ白になった。酔っていたからなのか、心臓の鼓動が耳元で響いて、妙に耳障りだったと覚えている。元嫁は何かを言っていた。久しぶり、なのかもしれない。元気だった?なのかもしれない。でも、そんなことはどうでもよかった。無心であっけに取られていたはずの俺なのに、次の瞬間、襲った劇場。劇場だよ。今思うと、全くコントロールできていなかった。俺は、元嫁の手を引いて、みんなの前の壇上に立って、大声で言ったんだ。紹介します。って、紹介します。私の元嫁です。〇〇娘の名前の親です。若い男を作って、〇〇と俺を捨てて、逃げていった元嫁です。凍りつく事務所。元嫁は、深く深くお辞儀をすると、顔をハンカチで押さえながら、慌てて出て行ったよ。その後、少しの間、記憶がない。親しいご近所に苦笑いされながら、あれはちょっときついよ。と言われてから、正気に戻った感じ。その場は、おじいちゃんが、つまり俺の父親、うまく取りなしてくれて、行事はなんとか終了。みんな帰った後に、
親父に横っ面を殴られながら言われた。今日お前がしたこと、娘に言えるのか？憎いなんて感情、もうなくなっていたと思ったのに。自分が情けないやらで、わけわからなくなった。涙が滝のように出てきて、母親に慰められていた。夕方、娘が帰ってくるのが怖かった。娘はなんて言うだろうか？俺のことを軽蔑するに決まっている。父親として失格。もう口も聞いてくれないかもしれない。真の意味で怖かった。恐怖だよ。大切なものを失う恐怖って、想像を絶するよ。案の定、娘の怒り方はすごかった。泣きながら、なんで、そんなひどいこと言ったの。でさ、その後、部屋に閉じこもって、一晩出てこなかったよ。翌日、朝から、娘と二人きりで話し合った。娘、元嫁のことを何も覚えていないことが、この時分かった。顔も覚えていないし、とにかく何も覚えていない。もっと言うと、5歳以前のことは、全く記憶がないんだと。考えないようにした、忘れようとしていたら、本当に綺麗さっぱり、当時の記憶がなくなったんだと。また泣いたね。5歳の女の子に、どんなひどい仕打ちをしていたんだって。嫁がじゃなくて、俺がね。父親として、何かできなかったのかなって。片親だとしても、両親がいたから、比較的、俺には余裕があったはずなのにって。娘から、自分を産んでくれたお母さんには、感謝している。お父さんにとっては、いろいろあるかもしれないけれど、私を産んでくれたことは事実だから。そう言われて、しみじみと、前日ひどいことをしたと思ったよ。娘がこんな風に考えていたなんて思わなかった。俺と同じだと思ってたけど、子供だもんね、元嫁の。親子だもんな。私はずっとずっとお父さんの子供だし、おじいちゃんおばあちゃんの孫だから。だってさ、これで十分だと思った。今、ここに娘がいる。それだけで、俺の人生、上出来だよって。この話、実は、結構最近の出来事。あれから、俺たち家族は、いつも通りの毎日を送っている。相変わらず、娘は明るくて前向きで、ジジババに可愛がられてる。しかも、彼氏ができたらしく、おばあちゃんが一番喜んでいる。元嫁のことは知らない。けど、昨日母から、父が、元嫁の所在を知ったと聞いた。だからと言ってどうもしないけど。聞く気もない。娘に怒られるかもしれないが、元嫁に、あんなことを言ってしまったことを、後悔はしていない。けれど、心にトゲが刺さったままのような、なんともすっきりしない感じは、ずっと残っている。なんて言うかな。何も抱えていない家族なんて、この世に存在しないんじゃないかと、最近思っている。重い軽いはあるにせよ。俺も、そうやって、一生背負っていくんだろうなと。取り留めないな。待ち合わせに大幅な遅刻だ。これで話は終わりです。ぐだぐだと申し訳なかったね。いろんな意見はあるとは思うけど、これで去ります。ありがとうね。あまりの反響で、戸惑っています。もう来ないと言いつつ、最後に少しだけ。最近の話と書きましたが、元嫁が出て行ってから、現在までのレベルでの、最近なので、おそらく、皆さんが思っているほど最近ではありません。ですから、今は、本当に平穏な、幸せな毎日を過ごしています。元嫁が事務所に来たのは、おそらく誰も指南したわけではないと思います。もちろん、ジジババや親戚一同は、寝耳に水の話でした。ただ、比較的近い地域に、元嫁が住んでいたならば、あの日の行事を知ることは誰でもできましたので、自分で探してきたということは、十分あり得る話です。元嫁が訪ねてきた理由については、私もいろいろと考えました。あの日、元嫁が、最初に口に出した言葉を、私は聞き取ることもできず、むしろ遮るようにして手を引いたので、全くわかりません。ですが、少なくとも、私たち家族に取り入ろうとか、
そういうやこしまな考えは持っていなかったと思います。当時の彼女の身なりや態度から察するに、おそらく謝罪がしたかったんだと。冷静さを失った私が、すべてぶち壊してしまったんですけどね。彼女を憎むことを忘れ、娘が成長するにつれて、感謝の気持ちまで抱くようになっていたのに、不甲斐ない私は、いざ目の前にすると、それらの思いは、泡沫のごとく消し飛んでしまいました。あれから、連絡は一切ありませんし、親父にも、元嫁の連絡先は、一切教えてくれるなと言ってあります。心に刺さったトゲはそのままですが、少なくとも、娘が、一人前の医者になり、伴侶を連れてくるまでは、今の生活を享受していきたいと考えています。娘は元気です。優しそうな彼氏とも、うまくいっているようです。余計な心配をさせたくないので、ジジババには内緒にしていますが、私と二人きりの時は、たまに、元嫁のことを話すこともあります。時間は優しいですね。